こんばんは、鹿の間です。今年も1年、せーの、お疲れ様でした。この動画が2023年最後の動画になります。今日はですね、横に用意してるんですけども、袋にね、一気にまとめたけん量がね、少なく感じるかもしれないんですが、これは1年頑張った自分へのご褒美購入品高額編やっていこうと思います。計算したら全部で60万円超えてました。びっくり。下半期はいろんな病気にかかったり、引っ越しもしたり、マジでね、お買い物待って全く行ってない。2ヶ月ぐらい洋服買ってない月もあったり、友達ともね、全然遊びに行けてなかったので、自分の機嫌をね、自分で取ってきました。というわけで結構量があるので、早速紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。まだ買ってから開封してないのが多いのでワクワクしてます。それでは紹介していきます。まず一つ目がこちら。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。私の動画では珍しい悪性。オープン。はい、からですね。そうなんです、もう今なんとね、つけちゃってるんですけど、まず一つ目がこちら、ラニーのボンハートネックレスです。めっちゃ可愛くない？遠目から見るとね、ちょっとキラッとするぐらいで、主張がね、強くない華奢なネックレスです。で、あんまアクセの紹介しないんですけど、私が多分一番好きなアクセサリーブランドかな、がこのラニーなんですけど、いつもね、つけてるこのインナーコンクに入れてるのもこのラニーなんです。ハート可愛くない？つけるとこんな感じで、その下にあるこのリボンのピアスが新入りです。リボンのピアス購入しました。可愛くない？そう、これ軟骨に入れたいなと思って買ったんやけど、普通にね、なんかね、これサイズもいくつかあるので、耳の大きさとかね、好みで雰囲気も変えられるのでいいですよね。他にもね、うさぎデザインとかあったり、バングルとかブレスレットも可愛いので、ぜひね、アクセサリー探してる方見てみてください。続いてがこちら、ヤーマンのフォトプラスプレステージ SP を購入しました。多分久しぶりに美顔器買ったんですけど、以前ヤーマンのフォトプラスシャイニーをお仕事でお借りして使ってた時期があったんですけども、それが本当によくって、でその借りてる期間が終わって、めっちゃ買うか悩んだんですよ。でまあまあ高いから我慢してて、持ってる美顔器使ってたんですけど、やっぱり欲しいってなって、でいろいろね、調べてたところ、フォトプラスシャイニー以外にもプレステージっていうまた高級ラインがあるのを知って、種類がね、4つぐらいあるのかな。びっくりなんですけど、一番低い価格のものが9万9000円です。割高で、今回私が購入したのは2番目に高い13万2000円のものです。なんでこれにしたかっていうと、美白ケア、リフトアップ、浸透ケア、あと鎮静だとか、全てにおいて一番バランスがいい、しっかり効果があるっていうのがこの SP だったので、私が比較した時に、私がいろいろ調べた結果、さらに他のやつはね、コード付きじゃないと使えないものだったりしたので、これはね、あのコードレスで充電して使うものなんですけど、旅先とかね、ながらケアしたいなと思って買いました。すごいですよこれ、ここ押すじゃないですか。押すとね、ここにね、画面が表示されるんですよ。でこれでモード切り替えができたり、これ浴びる美肌光っていう機能があるんですけど、光をね、浴びるだけでハリ感がケアできたり、潤いもケアできる素晴らしいアイテムなんです。さらに以前使ってたね、フォトプラスシャイニーと同じ EMS 表情筋をね、鍛えるリフトケアモードとかもあるので、まあメイクする前、それこそ撮影前とかにこれ使うとグイーンって肌が引き上がるし、あとクールダウンモードとかもあるので、肌のね、毛穴とかもキュッて引き締めてくれるので、肌のね、キメの細かさとかも使っていくとね、綺麗になると思うので、とてもね、期待しております。かなり高級感あるのでね、まだ全然使えてないんですけど、早くね、操作慣れしたいです。もうね、あの腕にするだけでビクってなる。まあ普段のね、美容器とかもより浸透力が上がったり、深くまでね、入り込んでくれるので、25歳もエイジングケアに手を出し始めたので、これぐらいのね、美顔器は買ってもいいんじゃないかなと思ってご褒美に買いました。普段ね、皮膚科とかサロンあんま行かず、ホームケアで頑張ってるタイプなので、自宅でできるね、最高峰のアイテムをね、ちょっと来年は揃えていきたいなと思います。買ってよかったです。続いてがじゃじゃん、開けましょう。持ってるやつの色違い買った、クリニークのチークポップ19番のブラッシュポップでございます。一番ね、多分人気色の紫使ってたんですけど、結構青み強いので、メイク限られたものにしか使えなかったりしたので、まあ普段使いしやすいオレンジメイクにも使えて、ピンクメイクにも使えるようなチーク欲しいなと思って駆け込んで、いろいろ試したところ、これが一番可愛かった。まずね、このテンションの上がるお花の彫刻ね、可愛いですよね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、サーモンピンクに青みちょっと足したような、オレンジメイクにも使えるようなピンクチークです。チークをね、ちょっと軽く消してきたので使ってみます。結構クリニークのチーク発色がすごいので、思った通りにメイクできるのがすごい好きなんですよね。
こんな感じで、前つけてたチークとちょっと似てる。さっきつけてたチークはリップなのでチークではないんですけど、こんな感じ。肌がねすごいふわってしません？結構ベージュっぽいメイクすることも多かったり、どんなねメイクにも対応できるようなチークかなと思います。え、可愛くない？まあ、定番チークとしてねこれは使えそうなので買ってよかったです。ちょっと集めたくなるねこれ。続いてはこちらクラランス購入しました。さあ何を買ったでしょう。私1個はねリピアイテムなんですけど、わバリデカ、そう大好きなね、でかっ、クラランスのダブルセラム EX 一番でかいの買いました。1年前か2年前もずっと使ってて大好きだったんですけど、なんかいろいろ浮気してね、あのリピートしてなくって、やっぱ使いたいなと思って今回は大きいの買いました。もうこれ本当に大好き。これね、こんな感じでオイルとウォータータイプ2つが混ざった美容液になるので重さがね全然ないんですよね。なのに本当に冬はね乾燥知らずの肌を作ってくれるし、まあさっぱりしてるからこそ夏も使いやすい、本当に1年中お肌にね寄り添ってくれる美容液なんです。それこそ油分多くなりそうだから朝は避けた方がいいかなとか思ってたんですけど、これ朝使うと本当に1日中肌の乾燥を守ってくれるような最高の美容液で、しかもあの割合的には水分7、油分3ぐらいみたいなんで、そこまで重たくないです。でね、ここの上部分にあの印が書いてあるんですけど、くるって回すとね量が調整できるので出しすぎにもならないし、気温だったり肌調子によって量をね変えて使っています。基本的にスキンケアラインの中で美容液はこれあればどうにかなるかなっていうぐらい結構総合的に使いやすい。肌荒れ時も私は使ってて負担に感じることはなかったので、まあ、どんな肌コンディションの時でも使える優秀な美容液です。めっちゃおすすめ。ちょうどエスティローダーが切れたのでね、次はこれを使っていこうと思います。そしてクラランスもう一つ目がこれ、リップコンフォートオイルの02番でございます。リップオイルといえばクラランスっていうぐらいもう本当にね昔から大人気のアイテムなんですけど、ちょっとなくなったし最近使ってなかったので久しぶりに、まあ、保湿系のチュルン系欲しいなと思って行ってきました。初めてなのこの2番は。まず開けるとこんな感じ、よいしょ、でかっ。もうこのチップの大きさがねたまらなく好きなんですよね。でも色はねほとんどつかないってぐらい、まあ、つくんだけどね超ナチュラルな色なので、まあのすっぴんの時はね単色で使うんですけど、基本的にメイクしてる時はまあ重ね付けで、まあ、保湿だったりツヤ出しとして使うようにしてます。ベーシックで使えてほんのりピンクなので血色感も増すので、軽くね上からちょっと塗ろうかな。香りがねすごくいい。それこそブルベナツさんとか普段ピンクメイクが多い方にもすごいおすすめ。ちょっとプルってなったの分かるかな。本当にねベタつかないサラッとしたオイルで、こうやってね唇を重ねてもなんかひっついてこないし、ふっくらとした唇が作れるので、この乾燥しやすい冬の時期バッグに入れておくとね絶対に使えるアイテムだと思います。人気色とかね選べば絶対間違いないから、友達にプレゼントをあげる時とかもおすすめだし、それこそメンズにもねめちゃくちゃおすすめのリップ。今回美容アイテム以外にも洋服とかいろいろ買ったので紹介させてください。もうこれは着たら絶対に褒められるカーディガンなんですけど、こちら可愛くない？え、可愛い、マジで可愛い。これねアメリの今季のやつかな、花柄のカーディガンでございます。めっちゃ可愛い。それこそこのクラランスとかコスメご褒美お買い物しに行った時に店員さん3連発でこのカーディガンどこのか聞かれた。可愛すぎない？今全部閉めてる状態なんですけど、開けてした T シャツでも可愛い。それこそ顔タイプ診断だったかな、骨格診断か忘れたんですけど、私小さな花柄が似合わないタイプらしくって、花柄を取り入れるならばなるべく大きいものの方が似合うって言われたので骨格かな、まあ、それ意識してお買い物したんですけど似合ってるかな。もう生地がねたまらなく可愛いんですけど、これ10色の糸を組み合わせて作ってるみたいで、柄にね奥行きが感じられるんですよ。もう芸術じゃない。で色がね結構鮮やかなんですけど、起毛感があるので柔らかさも出るし、しかもさこれすごいのが裏地、ニットなのに裏地ついてるんですよ。だからマジで風通さんけんあったかい。でまあまあねずっしりとしたニットなんですけど、普通にねめっちゃ寒い時これアウターとして着ても全然いけた。カーディガンなんですけどジャケットみたいな使い方もできるので、なんかねもう1色2色あんのかな、ネイビーとねブラックもあるんですけど、めっちゃねシックで大人っぽくって可愛かった。普通にねなんか3万4万とかするぐらいのなんか上質な感じがするので、マジでこれはいいお買い物ができたなって感じで、そうだそうだこれ ZOZO で買ったんやけど、じゃじゃらじゃんじゃん、ニューバランス9060購入しました。なんて読むんだろう、9060
9060。あのね、この靴もめちゃくちゃ褒められる。これグレー購入したんですけど、ニューバランスはね、日本に上陸してないものも海外から取り寄せるぐらい好きなんですけど、確かアイユーちゃんかながこれのねネイビー履いてて、もう一目惚れして、絶対日本ないやろうなと思って調べてたら、普通にゾゾタウンに売ってたのですぐに買いました。あ、嘘です、すぐに買ってないです。もうこれね、多分出てからすごいずっと人気のスニーカーで、もうね後ろ見て、と別のブランドなんですけど、ちょっとバレンシアガっぽい、あの底のねずっしり感というか分厚さというか、すごいね、なんて言うんだろう、床に安定して足がついてる感が出るので、それこそ広角ストレートもいつも言ってますが、華奢なスニーカーを履いてしまうと上半身に重心があるので足とのバランスが取れなくなるので、私はねあのスニーカーとか結構あの底がずっしりしたものを選ぶことが多いんですけど、もう大正解、めちゃくちゃ漏れる足が。でそうで、この色にね一目惚れして買おうと思ったら、私のサイズだけなくって、でも終わったって思ってたら1週間後普通にまた入荷されてたので買いました。在庫もねどんどん増えてたりするので、ぜひ気になった方、サイズがなかった場合1週間後とか見てみてください。もうZOZOで買えるのめっちゃありがたい。ごめんなさい、靴下全然違うんですけど、こんな感じ、あの底がすごいずっしりしてるの伝わるかな。かかとってここまでじゃないですか、でもかかとから外に出てるんですよ、こんな感じで。それによってね足もちょっと大きく見えるし、マジで可愛いのよ。伝わらんか。あのルックブックでねこの靴使ってあのコーディネート組んでるので、ぜひ気になった方、まあ、国内で買えるニューバランスの中でも私はこれが一番激推しです。続いてが今年めっちゃ話題になったクッションファンデーション、なんだと思いますか。ちょうどね1個使ってたクッションファンデーションが終わったので、ちょっと新しくねいいやつ買おうかなと思って、ちょっと話題のやつを買ってきました。すごい、見て、ファンデーションがなんか袋に入ってる。普段あんまさデパコス買わないから、こういうのほんとテンション上がっちゃ う。基本プチプラで済むんですけど、最近ベースデパコス使うのハマってる。クレドポーのタンクッションエクラルミヌピンクオークル001購入しました。2023年の3月ぐらいに発売されたみたいで、もうそっからねすごい爆発的に結構下半期盛り上がったのかな。結構美容赤さんとかベスコスに入れてる方多かったので、そうあのいつも使ってるねクレドポーの下地もなくなったから、ついでに見てみようかなと思って行って普通に買っちゃった。てかおっきい、これてかもうタイミングがすごい悪かったんですけど、あのこれ1月21日かな、限定でめちゃくちゃ可愛いパケが出るんですよ、限定の。それがねこちらなんですけど、あの写真撮らせてもらったんですが、1月にこれ出るんですよって言われて、でも私さお正月旅行行く券それまでに欲しかったんよ。で渋々あの普通のパッケージ買ったんですけど、あの限定パッケージも予約しました。なので1月にこのファンデーション2個持つことになります。なので限定が欲しいので、これはねあのお母さんにあげようと思ってどうしても欲しかったので、来月が楽しみなんですけど、でこのファンデーションが、まあ、なんで話題になったかっていうと、最高峰の上品なツヤが作れるみたいで、それこそもうマスクもねあんましなくなってきたので、ツヤ肌久しぶりに作りたいなと思って買いました。なんかねパフもねすごい三日月型みたいな形してて、だけでここに出してみるんですけど、これねカバー力もすごいいいし、重ねてね塗れば塗るほどよりツヤ感が増す魔法のようなファンデーションです。今回ね明るいカラーのピンク系の方を買ったんですけど、すいません私腕結構暗いんでね肌が、顔にね合わせて色選びました。塗るとこんな感じ、ピンクじゃない方のね明るいのに比べてこっちの方が透明感あったので、透明感がより出るピンクにした、こんな感じ。なんかめっちゃさ透き通ってない？日焼けしちゃった地肌、塗った透明感ある肌、塗って白くなりましたって感じしなくない？ちょっと今別のねファンデーション塗っちゃってるんですけど、めっちゃ軽くつけただけでもめっちゃ綺麗になった今。おー、クマとかね、まあ、レフィル7000円なんですけど、ケース合わせたら普通にユキッチファンデなんで、もうめっちゃここツヤツヤしてない？この目の下際のとこまで塗ったんですけどツヤってする。今こっち何も塗ってないんですけど、塗った方さなんか透明感出てない？あ、てかここニキビ跡とかめっちゃ綺麗に消えた。お、透明感あるね。多分1万超えのクッションファンデーションは今まで買ったことなかったので初めて。でもレフィルはね7000円なので、次回からはユキッチではない。こんな感じ、めっちゃ綺麗。最初から塗ってるわけじゃないので分かりづらいかも
ものなんですけど、すっごい上品なツヤ。ちょっと今度ねメイク動画でしっかり一から使った感じもね紹介するので楽しみに待っててください。でちょっと気になったのが、他のクッションに比べてちょっと横幅大きめ、まあ、だけどその分ね分厚さがないので、まあ私はそんな気にならないんですけど、ちょっと大きく感じる方もいるかもしれません。ちょっとね形もなんですけど他にない感じだったので、特別感あってね買ってよかったです。ご褒美におすすめかも。でリピートで買ったクレドポーのボアールコレクチュールの N でございます。下地はね基本的にこれ一番使ってるんですけど、最近ポルジュにハマってましたが結局帰ってきた。もうこの下地はね一回使うと心奪われる。あの2種類あるので自分の肌質だったり好みでねぜひ選んでみてほしいんですけど、出しすぎた模様っていうのも本当にね伸びがいいので、少量でもしっかり全顔に伸びてくれるんですね。もうこれ出しすぎですね。で結構ねトーンが明るめなので、これ一つでね正直お出かけできちゃうってぐらいしっかりとね肌を綺麗に見せてくれるので、もうこれ一個でもういいです。もういらないファンデーション、これプラスもうコンシーラーとかあれば十分綺麗な肌になるので、まあ、たまにね肌休めたい時とか、ちょっとファンデーションねお休みしたいなって時とかたまにあるじゃないですか。まあそういった時はこの下地さえ持ってればノーファンデでも綺麗に過ごせます。なのに重たくないし、それこそ私すっごい乾燥肌なので冬とかね粉が増えてこの辺パサパサパリパリしてきちゃうんですけど、この下地はね本当に粉吹かない、本当にね肌粉吹きやすいタイプさんだったり、しっかりねカバーしたい方に超おすすめ。 SPF もね25で PA2 プラス入ってるので、家で過ごす時とかねちょっとスーパー行く時とか紫外線気になる時、まあそういった時にこれ朝ねスキンケア終わった後につけることによって地肌も綺麗に見せてくれて紫外線対策もできるのでリピートしました。やっぱこれいいですね、おすすめです。そしたら続いてはこの一番大きな袋、人生初のクロエ購入しました。2個あるんですけど、私結構お得なお買い物しちゃって2個あるんですけど、やっぱ一番目私が狙ってたこれ、重っ、でかっ。なんだと思う？バッグだと思う？今回は友人におすすめされてちょっと気になってね見に行ったら、まさかのもうドストライクすぎたので買っちゃった。もっと高いかなって思ってたんですけど、頑張ったら買える金額だったので奮発した。じゃじゃん、こちらクロエのレインブーツでございます。レインブーツ、なんだっけあれ、なんだっけあれ、自力で思い出せない。そうだそうだ、ハンターのレインブーツ。おしゃれなレインブーツを履くようになってから雨の日めっちゃ楽しくなっちゃって、でハンターのレインブーツハマってたんですけど、今回おすすめされたのがこのクロエのレインブーツです。8万円なんで正直10万超えと思ってたんですけど安く感じた。でこれがねめっちゃヒール高いとって、まあ高いって言っても言うて6センチ7センチぐらいかな。でなんか足がねめっちゃ細く見えるし、雨の日以外にも使えるよっておすすめされて、てか熱弁されて、年末のご褒美欲しいなと思って見に行って履いたらもう可愛すぎたので買っちゃいました。ちょっと履いてみるね。魅力伝わるかな。とにかくねめちゃくちゃ足が細く見えるんですよ。だから結構スキニーとか細身のボトムスにインしてから履くとね可愛いなと思って、でこんな感じでちょっとスウェットっぽいふわっとさせて履くのもねめっちゃ可愛いし、レインブーツに見えなくない？横から見るとこんな感じです。本当にね肉眼で見ると足がめっちゃ細く見えて違う画角なんですけども、どうにかしてでもこの魅力を伝えたい。若干ねここの上の部分が少し痛さはあるんですけど、まあ、靴下とか履けば全然痛くないので旅行とかでも履けそう。結構パラパラ雪降ったりすることも多いのでずっしりとね下底も安定的だし、ちょっとねこうやってしゃがんだら後ろにこうやってポテンっていきそうな感じあるけど買ってよかった。てかやっぱねクロエのシューズはシルエットが本当に綺麗。これはねもう普通に雨じゃなくても履きます。このねチャックのところもねさりげなくロゴが入ってたり、後ろにもねさりげなクロエで、ここにもロゴ入ってます。そこまで主張強くないのですごい合わせやすいと思う。そして続いてがこちらなんですけど、冬服です。すごいよこちら、カジュアルですごい上品なコートジャケット買いました。元のね値段が30万ぐらいするみたいなんですけど、まさかの半額で購入できて14万ぐらいかなで買いました。
。これね、パッと見可愛いんですけど、着た時がね、一番可愛いの。そりゃそうか。もう黒絵のコートなんて絶対高いじゃん。けどなかなかいい買い物できたと思う。着るとこんな感じ。シルエットがすごい可愛いの、見て。あの、骨格ストレートだから似合わないとか言うのやめてくださいね。これ肩の部分からふわっとね、丸みのある曲線的な袖が特徴で、カラスみたいじゃない。で、袖以外はね、基本的にジャストサイズのようなピタッとした作りになってて、すごいね、上品で、なんかオードリー・ヘップバーンが着てそうな、ちょっと綺麗めカジュアルな雰囲気があって、すごい私好みだなと思って一目惚れでした。さらに半額とかなると買っちゃうじゃん。しかも今年コート1個も買ってなかったからさ。で、ちょっとパッと見ね、あの上半身グワって大きく見えるんですけど、横から見た時はね、全然でかく見えないので、もうそんな常にこれで正面から見られることないじゃないですか。いろんな動きをして、ようやくこの洋服の可愛さが伝わるっていう感じなんで、早くねこの洋服を着て出かけたいです。で、ボタンがね、こっちも内側に仕込まれてるんですけど、表から見えるのはこのゴールドのボタンだけ。なんか美味しそう、チョコが入ってそうで、またこのワンポイントがね、ゴージャス感あって、だけど主張は強くないので重さを感じないコートです。で、そう、これ丈がね、こんな感じでお尻が隠れるぐらいの丈感なので、私長いやつしか持ってなかったので、まあこういうのもね、あっていいなと思って購入してみました。まあデニムとね合わせたり、逆にねショートボトムスと合わせたりして、いろんなねコーディネートしたいなと思います。この洋服着てね、あの写真撮って今度インスタとかに載せるので、楽しみに待っててください。そしたら続いてなんですけれども、こちら初めて、多分初めてランコム購入しました。目的はね、たった一つだったんですけど、美容部員さんとお話ししてたらもう一個欲しくなっちゃって2個買った。一つ目がランコムジェニフィックアドバンスト N でございます。 30mm にした。こんなちっちゃいのに1万した。もうこれは名品なのでずっと気になってた。どうやって開けるの。これ導入美容液になりまして、結構ねとろみがあるテクスチャーで、これをね化粧水前に使うとスキンケアの浸透がより良くなるみたいで、普段ね、あのディープロの寒暖バリアエッセンス使ってるんですけど、それでも十分いいんですが、それよりももっといいの使ったらどんな肌になるんじゃと思って、今回導入液をね新しいのに変えてみました。もうねこの時点で保湿力がえぐい。めっちゃしっとりするので、乾燥肌さんはマジでもってこいだと思う。で、実際にね、あのカウンターの方でも、これつけた肌とつけてない肌でどれだけ化粧水が浸透するかみたいなのを片方片方ずつね出してもらって試したんですけど、全然違ったの。何もつけてない状態で化粧水を落とすと弾くんですね。で、タラッと落ちていっちゃったりするんですけど、このね導入美容液を塗った後に化粧水つけると、肌の中にねさーっとね、スーッと吸い込まれていくように馴染んでくれて、仕上がりもね全然違ったので、やっぱりね導入液っていうのはあるのとないのじゃ全然違うなって思ったし、普段使ってるのからねよりレベルを上げたものになるので、ちょっとこれからがねすっごい楽しみです。一旦ねお試しで 30mm にしたんですけど、ちょっと使い続けてね、よかったらいいなと思います。もう結構ねあの手応えはある。で、これをつけた後、美容部員さんがね、あの蓋をしますって言ってクリーム塗ってくれたんですけど、ついでにね、あのクリームもいろいろ紹介してほしいなと思ってお話聞いてたら、一番ね人気のクリームみたいなのがやっぱ良さそうだったので買ってみました。冬に関してはね、クリームいくつあってもいいですからね。買おうと思ったら買ってみる。やだ、すごい反射しちゃう。これランコムのレネルジー HPN クリームっていうやつなんですけど、後から調べるとね、これも結構今年のベスコース入ってるところ多かったんで、結構話題のスキンケアなのかなと思います。開けるとなんかこんな感じです。真っ白で、テクスチャーはね結構こってりしてて、マーガリンのような質感ですね。これ300種類の植物由来ペプチドが配合されてるみたいなので、それこそエイジングケアとしてハリ感も出るし、皮膚からのね水分蒸発を防いでくれるので、保水力が高まるスキンケアかなと思います。もう最近ほんとエイジングケア気にしてたので、ちょっと毎晩使いたいなと思います。さらにね、これどうやらハリ感というか、塗るとね引き締まるようなクリームみたいなので、ちょっとね特別な日の前夜とか、可愛いをね仕込む感じで塗り込みたいなと思いました。で、そうそう、この名前がさ HPN って書いてあるんですけど、この H がヒアルロン酸、 P がペプチドで、 N が私の大大大好きなナイアシンアミド、この3つがこの主成分として配合されてるみたいで、なんかね別名たるみクリームって呼ばれてたりもするんですけど、本当にお肌のね張り感とか弾力を底上げしてくれるクリームみたいです。
毛穴のたるみとかフェイスラインのもたつきとかもしっかりと上がるみたいなのでマジで楽しみ。結構量も入ってそうなのでまた使い続けてレビューしたいと思います。楽しみに待っててください。残すは2つなんですけど、今から紹介するものはこんだけ爆買いしてる中でも今月一番買ってよかったアイテムです。じゃじゃん、買っちゃったの。買っちゃった。うん、ただのカメラねって思うかもしれないんですけど、リコーの GR3 ですね。購入しました。やばい、テンション上がる。定番カラーはねブラックなんですけど、これデイリーエディションって言って、まあ、限定デザインになっていて、ちょっとねあの銅っぽい感じ、どこかねレトロ感ある色合いがね私好みでこっちにしました。韓国アイドルとかもそうなんですけど、最近ねもう世界的にもうトップのインスタグラマーとかはねみんなこぞって使ってて、マジで画質いいなと思ってヨドバシに行ってね手に取ったらもう軽いの、軽い、本当に軽い。でもやっぱお出かけする時ってカメラ持ってるとすごいかさばるし重いじゃないですか。なんですけどこれめちゃくちゃ軽いのに質が良すぎる。もう人気すぎてこれ今2ヶ月待ち。もうねこんなにコンパクトで軽量なのに写りは一眼レフなんですよ。最近ね撮った私の大好きなお友達がこちら、これもね GR3 で撮ったんですけど、もうねどこまでズームしてももう細胞みじんこまで見えちゃうんじゃないかなってぐらい鮮明に写るんですね。で暗いところも綺麗に撮れるし、それこそ SNS でお仕事してる方とかはもう写真がお仕事じゃないですか。だから結構これ使ってる方が多いんですけど、どの写真見てもやっぱり綺麗。ちょ最近全然インスタ更新できてなかったので、来年はインスタねより強化させたいなと思っていいカメラを買って投稿頑張ろうかなと思います。でこれね一応めっちゃ重いんやけど動画も撮れる。マジで買ってよかった、もう大好き、一生手放さない。続いてが最後です。ちょっとね需要がだいぶピンポイントになってしまうんですけど、サングラスです。日常でねサングラスつけることはないんですけど、運転中本当にサングラスないと私無理になっちゃって、車に乗ってる時はねサングラス2個3個ぐらい使い回してるんですけど、なんかおしゃれなサングラス持ちすぎてちょっとカッコつけた言い方になっちゃったな。なんかおしゃれというかその乱暴に扱えないような細めのサングラスばっか持ってたので、ちょっと今回はねもう乱暴に扱ってもいいようなサングラスを探してた時に出会ったサングラスがこちらです。ちょっと今あまりにもねあのスタイルがフェミニンなのでめちゃくちゃ浮いてるかもしれないですけど、いつもの普段私カジュアルスタイルがすごい多いので、もう黒とかねあのカーキとかの服着ることが多いので、それに合わせたらめちゃくちゃ合います。そう車運転中とかサングラスしだしたら本当に眩しい時サングラスないとダメになっちゃった。たまにね動画でもかけるんですけど、私メガネサングラスもすごい大好きで結構コレクションしてるんですけど、このサングラスがですねアイバンってご存知ですか。これはですね着るメガネをコンセプトに持つアイウェアブランドのアイバンのデザインチームによって、アウトドアとかスポーツライフスタイルに寄り添ったアイウェアブランドのアイボルっていうところのサングラスなんですけど、もうねとにかく軽い。本当に私日常すっごいガサツなんですよ。乱暴に扱ってもというか、まあ、ガサツにね扱っても頑丈なサングラスが欲しくてこれを選びました。このねサングラスはね顔がより立体的に見えるサングラスみたいで、確かにねつけたらなんか鼻部分が立体的に見えないですか。だからね顔がすごい小さく見えるサングラスでもあるんですよ。漏れるサングラスなんですよ。で今回ねレンズはグレーで、なんか安いサングラスとかも今までいっぱい持ってたんですけど、やっぱりレンズがねいいもの使うだけで光がね全然入ってこないし眩しくない。だからマジでこれ買ってよかったなって思います。しかもとにかく軽いから疲れない。結構デイリー使いしやすいサングラス探してる方はアイボルめっちゃおすすめです。ということで以上。というわけで1年頑張った自分へのご褒美企画やってきたんですけれども、いかがでしたか。ちょっと今回美容品洋服以外にもですね私の趣味みたいな部分をねお見せできたかなと思うんですけど、もう今年はねスタイルブックの出版もあったし、今までやってこなかったお仕事がたくさん増えて、年始にはね経験の年にするっていう宣言をしてたんですけど、しっかりたくさん経験できて学ぶことが多かった1年です。登録者様もね今年80万人突破して、新しくね鹿の間をしてくださった方が多くいるんですけれども、また来年も変わらず、だけど見た目はどんどん限界突破してレベルを上げていきたいなと思うので、ぜひぜひついてきてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。2023年の鹿の間もありがとうございました。それでは来年お会いしましょう。バイバイ。